こんにちは。こんにちは、ルーマ副長中古機のルイです。パワです。はい、はい、今日は、はい、晴天微風微風、まあまあ微風やねの中、はい、今日は春バスを狙ってやっていきたいと思います。おう。そして、はい、今日使うのが、はい、まずベイトフィネスタックなんですけど、うん、ワームがトルキーストレート、うん、D スタイルのトルキーストレートの 4.8g、うん、4.8 インチの 1.8g ネコリグ、うん、なるほど、逆やったね、はい、でもう一個が、はい、ハイピッチャーマックス、はい、の83、うん、これでつってかくわと思います。なるほどね、はい、いや今日はでもね、こうちっちゃい池やけどね、どうやろうね、まあ、濁りとか結構濁ってるよこれ。すぐパパッ濁ってるね。結構濁ってるね。まあここはまあ年中ね濁ってるから濁ってるね。こんなもんかと。なるほど、はい。いやどんな感じやと思う今日は。やっぱり春やしハードボトムとかついとんかなとか思ったりもしたりして。でもパパの予想ではな、ああいう角角になんか折りそうやね。パパ的にはどう思う。俺まあやってみたわからんし、うん、どっちか当たるからね。そうや、まあ、言うたハードボトムはそのこの池の壁の上にあるけど。ああそっかそっか、両方交わるところが良さそうだね。そうやね、うん、じゃあやっていきましょう。早速行きましょう。レッツゴー、レッツゴー。うん、落ちんなよ。どうした？あ、来た、俺来た、来た、俺来た、来た、来た。おでかいよ、40ぐらい。知ってる知ってる、落ちんよ。コロンビアに身を任せた。よいしょ、はあ、おー、ナイスフィッシュ。完璧で釣った。え、そこ落として、うん、上まで持ってきてガーンってきた。マジか。持ってってもうフルフッキングした。おーおー、上顎がっつい。やったね。ほら、じゃあそっち行くね。待てよ待てよ待てよ。ハードボトムの奇跡やったね。ナイスフィッシュ。よし、どんな感じで釣ったの。ちょっと疲れたあのね、うん、そこのちょこんと出とる木の枝に入れて、はいはいはい、うん、で上に泳がせながら上がってきたら、うん、ボンって下から切った食った、うん、おお。どれ、うーはい、やべえ。最高最高、ビッコン、ナイスフィッシュ、あざっす。いいね、このカラー。それなんていうカラー。わからん。アイスシャット、じゃん。なんかそんな感じの色っぽいしね。我ながらそのカラーやったよね。うん、昨日釣り具屋で見たの。うん、こういうとこエビ溜まりやすいんだな。うん、当たった。当たった、ハートボールでゴー。そうで、ショートバイトやってないじゃん。ちょっと今あれフォローで、うん、トロキストレート入れて。なるほど。カーブボール削ったらやばかったよ。マジか。あれギルじゃあんなことならん。やばかった今。なんか来るとは思ったよな。ただもや、うん、よかった。
しょ。マジか。でも大体ああいうんでも向こうがミスったくせにもう何もしてこんねんな。本当やな。大体な。なんてこった。あー、もし、ぞ。あー、そんな大きいじゃない。あー、マジに冷たい。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、なんとか1匹、うん、2バイト1匹、なるほどでした。本当は ね、あの流れ込みの魚も取りたかったんやけど、うん、まあフォロー入れても食わんかったんで、うん、まあまあまあ、まあ、1匹取れたんでよかったね。あれで何センチぐらいかな、あれ45とか結構でかかった。あ、結構大きかったね。ブリブリとして、まあ、これのベイトフィニスでやったけ、うん、取れたって言ってもいいんじゃね。なるほどね。でフォール、カーブフォールでこれ流れ込みで食ったんやけど、うん、トレラフックつけとったけど食わんかったけん、相当ショートバイトだね。だったよね。ブレードバイトかもしれない。ああ、じゃあまあ今日はね、まあ、短時間やったけど一匹釣れたっていうことで。そうやね。そうやね。パパッと、うん、釣れてよかったですね。じゃあまた次回も頑張りましょう。はい、レードバック頂上コーヒーでした。バイ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 。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。